はいこんにちは今回はウエスタンアームズのマグナブローバックシリーズから45コンバットカスタム CC3 ご紹介したいと思いますもうねお耳に届いてると思いますけれどもちょびちょびとね、えー、ガス漏れがしてしまいましたはいまあこれでもね一応ご紹介する間ぐらいは持ちますんでこのままいきましょうはいこういうねパッケージのやつですね はい、CC っていうのはコ,ルコンバットコマンダーって意味ですかねコルトコマンダーって意味ですかねちょっとね CC の意味は私すいません分かりませんけれども、まあ、こういう形のシールが貼られてはい、売られていたものです今回もね再紹介になりますね前回ご紹介した時にはね、えー、21年ですからもう2年前になりますねはいこんなねはい 集団性ははここんんなもででしししたたっていうところままご紹介しし 5m でねこれはねウエスタンアームズの多分、えー、純正の BB を使っていますねはい 5m でこれだけ集まれば結構期待できちゃいますよねはい、えー、取説等はね前回通りのあのいつもの通りのものなんでここはちょっとね省略しましょう この CC シリーズね私の今この、えー、撮影している机の隣にまだ, 2, だ2丁ぐらいいるんですけれどもはいあの結構ねもうガバガバになっていて、まあ、こういうねあの後付けのねサイトがついていてもガタガタになってしまってるのがあって。 ちょっとねいくつかトラブルがあるんでトラブった状態のまま外観だけでもご紹介したいなっていうモデルもあるんでねこの辺りどうしようかね考えどころでございます。はい 今回ねリアサイトがね、はい、左の方に寄ってるのをね見過ごしてそのまま打っちゃいましたで練習しててどうも左に着弾するよねなんて言ってたらね打ち終わってから気がつきましたねもちろんみんなねあのその着弾点で補正して打ってますんで、はい、射撃は問題なかったと思いますし集団性の方はねしっかりとね、はいあのー、測定できてます同じとこを狙って打つようにしてますからということですねちょっとカスタムポイントを見てみましょうか はいえー、ロングの、ね、スライドストップこれは本当便利ですねと安ビのセーフティーこれやっぱ嬉しいですよね,ね左でも打ちますんでねうちはねこういう時にこうですねそしてこのまさにねこのサイトはねはい往年のねハイパート44マグナム不安にはねたまらないという形になりますフロントのねレッドのライン これと同じもので外れちゃったのがあるんでそれもね今接着してくっつけてる最中ですんで今度ご紹介したいと思いますこっちそちら未紹介になりますねまだねはいすっきりしたねこの二等辺三角形のボディにねはいこの角型トリガーガードレトロですけれども実用性高いですよね今回もねたっぷり使わせてもらいましたねこんなイメージですね でね、この、えー、グリップのね前面フレームの前面のところのねチェッカリングこれがね指をねしっかりホールドしてくれますし嬉しいのはメインスプリングハウジングがやはりストレートでなおかつはい、こうやってね滑り止め加工がされているとはいえー、グリップセーフティはねライブですねはい空打ちするとねこんなイメージですよポンポン はいまあ、夏場ということもありましてねかなり早めにね、はい、スライドが動きますねトリガーアップル一応測りましょうか前回2年前だと多分ね測ってないような気がします940.94 94が出ましたね、はい、もう一回 0.89このぐらいですね少し重めといえば重めですねトリガー自身もねはいグッとね質量がかなりありそうな感じではいどうでしょう落ちるのはこんなイメージですね遊びがこのぐらいありましてぐっ、そうですね、えー、かなりトリガーが切れる時のねグッと抵抗が始まってからトリガーが切れるまでのストロークがね そうですね 1mm 以上ありますねこんな感じです、はい、ただ見ていただきますとこれはどうでしょう私のまあ手が今ね震えてるのもありますけれどもこれはもう全然影響はしないレベルですね実際打っていてもね打ちやすかったですはいこれグリップはね樹脂製なんですけれどもね割といい感じでしたね はい、なんか樹脂だと結構ね汗がこうついちゃったりするんですこれ何か,かいい感じだったな色合いもねすごく雰囲気いいですよねはいマガジンはねこのシルバーのマガジンですね今ちょっとガス漏れ中ですけれどもはい頑張って今日一日一回ね一日じゃない <laughs> 紹介が終わるまではね、はい、頑張ってもらいましょうはいじゃあちょっとね初速もおさらいで測ってみましょう 前回紹介も2年前の9月ですから<お>まあ夏場といえば夏場ですよねまだね去年もあその頃も暑かったんでしょうねきっとねはいあいけないローダーで入れちゃったお約束の手ごめをしてなかったなはいでスライドを引いてちゃんと一発目はいじゃあ測ってみましょう 58ですね0.58はいぴったり同じ58ですねはい安定してますねまあウエスタンウォンズのやつは大体そうなんですけどもねお三3発目になると56になってきましたねはいこのぐらいでございますもちろんね法廷の範囲内ですから全く問題なく所持遊びのことができるということです はいじゃあねそんなねあそ,それで今温度ですよね、まあ、ガス漏れの分ありますからねずっと冷えてると思いますほら25度まで下がっちゃってますねということでもうちょっと初速は上がるのかなっていうところですねガス漏れなければねかなりね冷たくなってます常時気化してる状態ですからねそれはかわいそうですよねとねとはいじゃあね えー、試射結果ね見てみましょうこれがメインですからねやっぱりねガバにもうみんな慣れてきたんで特にねこの辺がねストレートのやつなんかはね割とね、えー、特に奥さんなんかにもね好まれてはい遊べることができてますどれどれっとはい練習はそうですね340発ね人によってですけれどもねして。 それから本番に臨んでおりますまず5メートルの両手でね見てみると私がダメですね一番ねはい神さんもせがれもこの辺に入れてスコア的にはまずまずですね7 5メートルの両手でも、まあ、このぐらいのところには集まっています私のこれここですね、はい、でせがれもセガせがれは5発ともこの的の近くということで一番、まあ、いい感じですねはいそして5メートルの右片手になるともうね このターゲットの位置、ね、そのサイトの、えー、調整なんかもね、目測調整もうまくいくんでしょうか。この辺になってきて、この辺になってきてそれからちょっと失敗してますけれどもこれはいいですね、もうど真ん中もいってますね。やっぱりね、片手で打ちやすいということですよね。はい、これもそうですね、悪くないですよね。はい、これもそうです。 セガレがねこの辺で失速してます、ね、最後7 5メートルの右の片手になるとちょっとここで奥さんね神さん失敗しちゃって私はなんとかここに収めてるでせがれがねやっぱり一番入れたんですけれども、まあ、ちょっとスコア的にはこんな感じということでまあでも僅差ですよねで平均が21.4ということなんですけれども20点以上ですとまあい、e、いというふうに我が家では評価させていただいてるんで、まあ、ウエスタームソンの中ではね さほどではないけれどもまずまずの結果だったかなというところですさて 5m の集団性先ほどの、はい、2年前の状態ですね2年前はねこのぐらいでしたねはい見てみましょうどうでしょう集団性ではかみさんかせがれがいいなでやっぱりこんな感じですよね同じぐらいですよねほらこんな感じで やっぱこのぐらいいになるんだろうということとここですねこの時はねここら辺狙ってるはずなんでやっぱり5センチぐらい上がるのかなっていう感じですねはい私はこれがなければいいのになって感じだったんですけれども、ね、どうでしょうこのぐらいの集団でしたら、まあ、ウェストアームズのガバの中では失 <laughs> れ平均的な感じかなって感じですよね ももっと、ね、追い込めたかかかななななんんて思うんですけれどもねなかなかねあちなみにこの死者の時にはこのマガジンは使っておりませんはい別のね、えー、銃からマガジンを借りて、えー、打ちましたんでガス漏れはない状態で打てていますはい申し遅れましたということでまあまずまずかなっていう感じですけれどもねもうちょっとね打ち込んでみたいなと毎回思うんですけれどもねただやっぱり皆同じ条件にしないとね ななかなかデータとしての信憑性なくなってしまいますんで、まあ、今回もこれをもってね、はい、一応我が家にあるこの CC3 のね、はい、集団はこんなものということですはいまあ実際どうなんでしょう重心長の差ってそんなにそんなに大きくは出ないような気がするんですけどもそれ以上に握りやすさとかねあとやっぱりそのトータルなねはいあのこう 暴れっぷりとううんでしょうかサイトの見やすさそういったところの方がねむしろ効いてくるような気がしますねまあ慣れてきたとはいえねやっぱりねこれ最近なんか私らの耳が年取ってるせいなんかすっごく音が大きく聞こえる時があるんですよ角度によってウェスタームズのマグナ。キーンっていう感じであの パーツとパーツが当たってることだと思うんですけれどもねだからチョイスされているその、えー、パーツによってねなんか違うのかななんて思ったりもします耳にね時々キーンとくるものもありますこれはこれででもね楽しみというか楽しい点ですよね迫力っていうのはねやっぱりこのガスブローバックの場合はね火薬を使わずにブローバックするっていうのでねはい私たちも飛びつい私なんかは飛びついた口っ けれどもね、そういう方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますつまりモデルブローバックのねモデルガンのね代替品ということでガスガンで遊んでるっていう私そういう時期も長かったです、はい、しかも一人で遊んでる時が長かったですねもちろん子供にせがまれればねはいあの遊んだりはしましたけれどもそれがね今やっぱりこうやってね本当にねあの家族で、まあ、ある意味競えるというね家族の中でのコンペティションの中のね あの道具あるいはゲームの、ね、ツールとしてねいろいろと出てくるとやっぱり好き,嫌い好き嫌いも分かれてきてね非常に面白いなということですね刻印をお見せするのを忘れました前回紹介の動画もね一応あのリンク貼らせていただきますんでねよろしければご参考にしてくださいということで今回はウエスタンズのマグナードローバックからハイ45コンバットカスタム CC 3ご紹介させていただきました。ではまた。